皆さんこんばんは、和道です。今日はですね、2017年9月の6日、10時15分です。よろしくお願いします。先ほどゆいがさんと電話でお話ししたんですけれども、ペラリンピックという企画、僕がやろうとしてたのが一回なくなりまして、ゆいがさんがそれを復活させるっていう形で雑談の討論会をやることになりました。で、雑談生主を、3名ぐらい、募集したいと思います。じゃあコメント欄の方に募集要項を書きます。可否4000円つってたよね。4000円前後、参加費4000円前後、雑談生主、雑談生主限定、3名ほど募集と、時期、月末から定と、こんな感じでいいかな。ねえ、なんか面白い流れになったね。ねえ、面白いね。参加費は4000円前後、雑談生主限定、3名ほど募集と。で、時期は今月末から来月頭を予定しております。もし参加したい人は、凸をかけてきてください。よろしくお願いします。よろしくです。誰か参加したい人いるかね。まあ、結構、ね、ゆいがさんが主催でやるんだったら結構頭ね集まりそうな気がするよね。どうなるんだろう。まあまあ雑談やりながら待ちましょうか。ふわっちから3人か5人ぐらいって言ってたね。誰かいるかな。まあ過疎でも全然関係なくて、雑談配信者だったら OK って言ってたからね。まあ若手にはチャンスが巡ってくる感じになっていいんじゃないかな。すごく。どんな配信者がいるんだろう。ねえ、楽しみだよね。赤髪の和道の方が赤髪のシャンクスより上だと、知名度は。すごいね。鮫島さんと結賀さんって仲悪かったっけ。鮫島さんに電話してみようかな。鮫島さんに電話してみようかな。ダメだ、警察沙汰になってるって言ってたよね。ゆいがさんと鮫島さんダメなんだ。そうだ、あ、ドルさん参加するって、さすが。じゃあ俺とドルさんとゆいがさんが決まってる感じか。あとまあ何人か誰かいるかね。はい、ワドツー、亀尾さんいらっしゃい。雑談配信者で面白い若手って誰がいるんだろう。全然わかんねえな。誰か知ってる？雑談配信者で面白い人。亀尾さんワード2。この話、ジェダイをぜひ声かけてみて。彼は雑談嫌いと言うけど、実質雑談主だから。いやいや、俺から誘うっていうのはできない。俺の企画じゃないから。本人から参加したいって言われないとさ、亀尾さん
俺の企画だったら俺から声かけられるんだけど。ああ、辰彦か。七原さんとか。ほっぺは無理だろう。絶望的に雑談力ねえかんな。どうなんだろう。募集はするけれども、俺から誰かに声かけることはできない。俺の企画じゃないから。アチオ、アチオは雑談か、旅配信者じゃないか。永井先生来ないでしょ。嘘、ちゃんまん口説いてんのすごくね？ちゃんまん来たらレジェンドすぎるでしょ。すごくない？むしろ俺が緊張するぐらいなんだけど。ゆいがさんとちゃん、ね、ちゃんまんの前で喋れって難しいでしょ。無理がありすぎるでしょ。荷が重いわ。俺借りてきた猫みたいなのよ、もう。ポツーンっつって。お酒継ぐ係に徹するよね。ドレさんはもう決まったってよ。ドレさんとほら、ユイガさん繋がってるから。通過だから。石野はこういうの嫌いなんだよ。エミさんの時も断ったぐらいだからね。なんか配信者に対して、なんかこう、そういうのはないよね。なんか、石野は多分こういうの来ないと思う。ね、こういうの積極的に参加したら面白いのにね。俺の言ってたイベントはもうやめることになったね。降りた、俺が。みんな個性的でいいよね。俺も楽しみだわ。楽しみだな。はじめまして、よろしくお願いします。
ああ、フォロー大歓迎ですよ。よろしくお願いします。ありがとうございます。ぜひぜひ、今後ともよろしくお願いします。大歓迎です。フォローありがとうございます。まずは景気づけ、風船ありがとう。ペコポコランドありがとう。全く問い合わせ来ねえな。全く問い合わせ来ねえな。まあ、こんなもんか。全く問い合わせが来ない。あんまり貪欲じゃないよね、そういう参加っていうかさ。ねえ、なんか討論会とか面白そうだけどね。いいんじゃないと思うけど。花火来ないね。今日はちょっと苦しいね。4時間やって2000円しか稼げなかったね。きついな。食えんのかな俺。今月大丈夫かな。初見さんいらっしゃい、村健さん。楽しんでってください。ちょっと不安だね、今月は。バブル崩壊か？バブル崩壊か？ワド。金に困ってないんじゃないの？今のところはね。だけど今月稼げなかったら、まあ稼げないからね。
やっぱその日暮らしの部分どうしてもあるわけじゃん。きついっちゃきついっすよ。きついっちゃきつい。今月はちょっと不安だね。だってマンスリー何位だ俺。配信者の運動会いいね。初見さんいらっしゃい。もしよかったらフォローしてください。はじめまして。まあ、不安は不安だよな。マンスリー何位だ。多分30位も行ってないでしょ俺。今何位、やば、57位、やば。ハゲだるま先輩ワード2、おはようございます。やば。うん、まあ最悪そうなるよね。最悪そうなってくるよな、どう考えても。あ、フォローありがとうございます。よろしくお願いします。あ、チベット仏教とか好きなんだ。スピリチュアル、仏教僕も結構好きですよ。うん、僕は原始仏教好きですね。無職でいいのはクライン。いや、クラインはもうプロ中のプロでしょ。パイセンのイベントって何？なんかあのほらトークイベントを企画してたじゃん俺前。あれをなんかゆいがさんなりにアレンジして、ゆいがさんが復活させるって言ってて、でやってもいいって言われて、あ全然大歓迎っすって言って、でゆいがさんがその居酒屋でそのモニターがある個室でトークイベントやんだって。カルーダさん、カルーダのサブアカってこと？わかんないけど、カルーダもチベット仏教好きだからね。一晩で50万は余裕で稼いでますね。なんで他のイベント辞退すんだよ。ご厚意で言われてんだから出るだろうが、どう考えても失礼だろ。出るよ。なんでお前が決めるんだよ。クラインはすごいよね。そう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 。でもしよかったらフワッチで何人か声かけてピックアップしといてって言われて、あ分かりましたっつって。だからまあ平日の昼間か、今今日水曜日か。まあ名だたる配信者いねえわな。なんで辞退すんだよ。考えろよお前。ゆいがさんからの企画断られるわけねえだろうがよ。断れるわけねえだろうがよ。断らねえよ。大先輩だぞお前。大パイセンだぞ。なめてんのかよ。大パイセンからのお誘いよ。出るに決まってるだろ。パイセンだぞ。なめんなよ。ていうかフワッチからタオルっていつ届くんだろう。いやバカにしてないですよ。いや断らねえだろ。めちゃめちゃ叩かれるわ。出るよ普通に。パイセンだとキャスで、多分キャスじゃないの。キャスで放送じゃない？座談会みたいな感じでやるんじゃないのかな、わかんないけど。関慎吾さんとか誘いたいかな俺としては。慎吾さん、慎吾さん雑談だよね。慎吾さん誘いたいよね。
まあ楽しみだね。よしえさん来たら面白いでしょ俺ドレさんパイセンよしえさんって言ったら笑うっしょ。どんな絵面だよっていう、いやわかんない、どんな感じになるんだ。居酒屋で10人ぐらいで話すって言ってたけど、でトークとフリートークをやるって言ってたね。絵面がすごいよね、絵面が。あどうもって、皆さんねありがとうございます、ありがとうございますって、花火ありがとうって、家族会議だよね。絵面が半端じゃないよね。噛み合わなすぎるでしょそれは。慎吾さん声かけてみる、慎吾さん声かけてみる。討論会って言ってたんでしょ。いや辞退はしない。またってなんだよ、俺辞退したこと一回もねえだろイベント。タマコも呼んで、カオスすぎるでしょカオスすぎるでしょ、めちゃめちゃだよ。そんなイベント壊しに来てるだろうって。どんな討論会って言ってたけど、討論会って言ってたけど、そう、慎吾さん、慎吾さん声かけてみようか。出るかな電話。そう、和道が電話しますよ、関慎吾さんに。関出ないと思うけどな。ものは試したな。出るかな慎吾さん。多分出ないよな。会話になんで。今吉江さん配信してる？出ねえな。出ないね。慎吾さん警戒しすぎでしょ本気で俺がはめたと思ってるからね。本気で俺がはめたと思ってるから。いや画面に映ってるよ、吉江さんの画面に映ってる。だから絶対見てるんだ、寝てない寝てない、見えるもん。慎吾さんの画面にいるもん、あの吉江さんの画面に映ってるもん。吉江さんの番号知らない俺。知らない知らない、そばにいるのにね、出てこんなかったね。10人集まるか、いや、もう集まるっしょ。パイセンだよ、大パイセンだよ、配信会のパイセンなんだから、出る、集まるでしょうか。10人ぐらい余裕で、過疎もね、OK だって言ってんだからさ。あー、椎名ちゃんバカありがとう、バカ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 ありがとう、イエイエイ、アイテム大好き、死ぬほどアイテム好き、超気持ちいい、超気持ちいいアイテム。アイテムはいいね、アイテムは正義だよ。
アイテムがすべて。鮫島さんは、ゆいがさんと割れてなかったっけ？仲悪いんだよね、確か。だから多分無理だと思うよ。多分無理だと思う。無理だろうね。生主限定でしょ。それさ、見てる方つまんないでしょ。リスナーのトークとか聞いても生主限定でしょ。見たいリスナーさんのフリートーク、もう雑談うめえからっつってちょっと大手生主と雑談やらせろよっつって、逆に見てえな。逆に見たいよね、うん、どんなやつが来るんだって。絶対面白くなる。フットサルの企画あるみたいよ。フットサル呼ばれてるよ、俺。フットサルいつだったっけ？フットサルいつだったっけな？青山に聞いてみっか。あれ、フットサルの企画っていつだったっけ？フットサルいつだったっけな？覚えてねえな。ゆがさん全然怖くない。優しいよ。ニコ生主限定じゃない。ふわっちからも来ていいよって言ってた。ふわっちからもツイキャスでやるんじゃない？多分、うん、今月の中旬か。雨は止んだっていうか、ふわっちからタオル届かねえな。いつ届くんだろう。楽しみなんだけど、ふわっちのタオル欲しいな。リスナーがめちゃめちゃ話してもかったら笑うよね。いや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 つって、兄さんつってね。いや、パイセンナイスわーって言ってね。聞いてくださいよつって。マジっすかつって。どこの千原ジュニアだよつってね。開催されると思ってんの？あ、トロカフェチャンネルさんいらっしゃい。いや、開催するでしょ。本人からお誘い来たんだから。フットサルは23か。オッケー。まあ、毎日がエブリデイでフリーデイだから大丈夫だよ。予定は未定だから。予定は未定、なんもないっす。楽しみは楽しみだよね。まあ、日程は被らないように調整すればいいだけだから大丈夫でしょ。ワド参加、いや俺は参加するよ、もちろん参加する。するのんちゃん、携帯取って。のんちゃん、のんちゃん、のりこ、のりこ乗ってんまいや、乗ってんまいや。聞いてねえな、寝てるな。乗ってんまいや、寝てるわ。某配信者とするの。某配信者誰？某配信者誰？誰だろう、某配信者って。東京名器物語の討論会メンバー。東京名器物語はずっと話せるよ俺。東京名器物語は熱いでしょう。大好きだよ俺の東京名器物語。
はい、ワドツ。今のところ誰が集まってるん？いや、俺の企画じゃないからね。だから、ドレさんが決まったって聞いたから、俺とドレさんとユイガさんの3人じゃないの。で、なんか、うなちゃんマン声かけてるって聞いたよ。ギャラ出ないよ。参加費4000円だよ。なんなんだよね。ちょっとさ、パイセンのさ、その悪口をここで言わそうとすんのやめて。俺別にパイセン、別に金払うよ。居酒屋でやるんだから。いいじゃん。その、なんでわざとそのアンチコメントの方に誘導しよう、誘導しようつんの。俺は別に不服なんかないよ。なんで逆に、いや、居酒屋でやるからだよ。居酒屋でイベントやるからだよ。なんでさ、俺が悪口言ってるっぽく、なんか引き出そうとするの？やめて。俺は別に不服はないよ。何も。参加費あるでしょ。イベントっつうか企画だよ、企画。企画です。そうそう、飲み会を配信、いや、その言い方がなんとかなんないの？アキラさん。その企画だから。その飲み会を配信するみたいな言い方したら気分悪いじゃん。やめようよ、そういうの。なんでそういう言い方すんの？やめようよ。もっとみんなで盛り上げてこうよ。ハッピーな感じで。うん、ねえ、飲食代払うの当たり前じゃんね。うん、なんでそんなケン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 してんの？彼の閲覧、普段300人だよ。なんか裏がありそうだな。いいように使われてない。いや、使われてない。ちょっと待って、なんで俺の、なんで俺の悪、ねえ、俺の枠で、ゆいがさんの悪口を書くの？俺そのコメント読みづらいからやめよっつってんの？俺は別にゆいがさんから声かけていただいて嬉しいわけだから。いや、新規リスナー獲得とかいいじゃん。もう、レジェンドなんだから。困ってないんだって。なんで俺のところで悪口書くんだよ。ドロカフェチャンネルさん。困るって。いや、どれとかのところに書きなよ。人任せで楽しんでないでしょ。いや、きっちり読むよ。そりゃ。僕はアンチコメントも読みますけど。読みますけど、俺が言ってるみたいになったら嫌だっつってんの。俺がなんかユイガさんの悪口を言ってるみたいになるでしょ、コメント読んでたら。だから、ワンのバイゼンの悪口よくないよ、じゃあ。言ってねえっつの。悪口だけ一言も言ってないよ。俺は、だからむしろ、その参加者集める枠を開いてるわけだから、悪口は一言も言ってないですよ。このトロカフェチャンネルさんが言ってるんでしょ。勘弁してよ。ヒデタカさん。そうやって誘導していくの。いや、笑顔になる。いや、もう、笑うでしょ、そんなの。いや、俺、パイセンがどうしたのじゃないよ。俺が言ってんじゃんよ。じゃあね、トロカフェさん。ふざけんな、ほんと。期待してるからなんじゃないよ。バカありがとう、今日のシンディ。あ、ベンジョトロンさんいいじゃん。ベンジョトロンさんどうなんだろう。ベンジョトロンさん、ねえ、いいよね。ベンジョ太郎さん来たらさ、すっげえ笑えるじゃん。え、それ、どうなの？え、ベンジョさんって今、最近ふわっちやってる？ベンジョさんが来たらクソ笑うよね。それはめちゃめちゃ盛り上がるでしょ。ねえ。あ、ベンジョさんはないっていうか NG 多いな。配信者、NG 配信者ほんとブッキングね。いや、仲良くないでしょ、そりゃ。捨て頃バックれてんだから。便所さん来たらクソ笑うでしょ。いや、わ、良くないじゃないよ。そういうのやめなよ、じゃ。本当に良くないから、そういうの。本当、誘導尋問だよ、これ。俺は何も言ってねえっつうの。やめなさいよ、本当に。君たち。いい加減にしなさいよ。ほんとしょうもねえな、こいつら。捨て頃始まっちゃうよね。いや、バックレって言っちゃったじゃなくて。いや、もう、めんどくせえな。もう、ノーコメントだよ。
いや、ノーコメントだよ、もう。トークができねえよ。その大先輩で。大パイセンなわけだから、俺にとっては。それでやめて、仲違いするようなことを。なんで俺がパイセンと揉めないといけないの？ちょっと勘弁して、本当に。なんで俺こんな追い詰められないといけないんだよ。人の企画で。ふざけんじゃねえよ、マジで。もう何もしてねえっつうの。勘弁してくれよ、もう。怖いよ。やっちょはどうなんだろう。雑談配信者って言ってたよ。だから、荒野とか、雑談アイドル系だからな。悪口なんか言ってねえよ、俺。4000円普通だよ、都内だったら。飲み食いしたら4000円かかるよ。かかるかかる、普通普通。なんで高いって言わせようとしてんだよ。俺が言うと思った？ 4000 円高えよって。はい、俺が言うと思った？ねえ、4000円なんか高いよって。言うわけねえだろ。普通だよ、4000円なんか。うん、やっちゃ出ないでしょ。やっちゃだって自分の企画できるもん。4000円高いよじゃないよ。いいよ、俺が払うんだからいいじゃん。何よ。俺が払うんだから、うん、いや、コースとか4000円で食えるわけねえだろ。居酒屋で普通だって4000円は。逆にお前ら何食ってんだよ普段。居酒屋行って4000円かかんねえ方が怖いわ。まあダメだっつーの、うん、もう本当にしょうもない。本当に悪ふざけばっかりやんな。うん。いや、笑うっしょ、こんな誘導尋問にはめられそうになったら。明らかに俺トラップ仕掛けられてんのわかるからね。よっさん。よっさん来たら面白いな。よっさん誘ってみる？うん。新規取り込めたらとかないよ。もうだってさ、和道って名前割れてるんだもん。もう和道って名前割れてるんだもん。それさ、俺がさ、まだデビュー1年ぐらいのさ、これからよろしくお願いしますだったらさ、新規取りてえと思うけどさ、もう知ってるじゃん。知ってて見ないっていう判断をされてるわけだから、今更新規取りに行こうとはないよ、俺ら。うん、中堅から上はそういう時期じゃない。むしろそのなんつうの、好感度を上げていく、好感度を上げていくことによって、こうね、取りこぼしたリスナーさんをこう再復活みたいのはあるかもしれないけど、あ、ギャラ出なかったら無理だろうね、よっさんは。確かに俺のテーマは好感度を上げていくことだから。まあね、話面白かったりとか再発掘されるっていうことはあるかもしれないけどね。でも新規を取るっていう感覚ではないよ。香川さんだってお店の経営者も今忙しいもん。雑談配信者じゃねえじゃん、愛子さんと玉ちゃん。なんかね、体張る系が雑談カテゴリーに入ってるよね、みんなの中では。のりゆきさん出たらもうすごいよね。いや、俺の企画じゃないから分かんないよ、渡辺さん。そこは俺に言われても。ね、企画がなくなるかなくならないか、ゆいがさん次第だからさ。これこれさんはつながりないな、俺は。分かんない。これこれさんない。つながりが。そもそも、まあ一回お見かけしたことはあるけど、新役所が声かけてたよ。これこれだ、つって。YouTube の撮影やってる、つって、駅前で声かけてたけど。ファンに囲まれてたよ。YouTube のキッズたちに。30人ぐらいに囲まれてたよ。すげえと思った。人気者がいると思って。
にゃんぽす携帯で何携帯振って俺はゲームやってんだよ花火上がんねえんだもんゲームやるでしょ花火上がんなかったらゲームやりますよ僕は。今話題の光くんなんかあんの、うん、光くんなんかあった？そう、これは星のドラゴンクエストっていうゲームだね。ドラクエの無料のソシャゲ、もうリリースされて2年ぐらいになるかな。結構面白いよ。もう天空装備手に入ったの。天空装備全部手に入ったからもうクソゲーになっちゃった。おはよう低気圧ちゃん、おはようございます。そっちの光、あーはいはいはい、 YouTuber の光、 YouTuber の光引退したんでしょ。なんか記事読んだよ。あ、ヒカキン呼ぶか、ヒカキン呼ぶか。あ電話するヒカキンに。ヒカキン呼ぶ？いいよ。ヒカキン来んじゃないの？ヒカキン呼ぶ？俺の人脈を使って。閲覧爆発。はじめ社長とかも畑が違いすぎるよね別次元すぎるんだけど。ちょっと引くわ、引く。ロハコさん雑談配信者なの？ロハコさんは雑談なのかな。うん、難しいジャンルではあるよな。まあロハコさんが出たいって言ったら、まあパイセンに聞いてみるけど、まあ俺が決定権ないからなんか勘違いしてるけど。おはようヤナラッキー。アウトロー系ではなくない？俺アウトローじゃないし、あの俺そもそもアウトローじゃないし、あのねえ、なんつんだ、アウトローじゃないかな。で俺をアウトローにジャンルに入れてんのかよくわかんないし。あ、シーナさんバーガーありがとう。そう、ゆるキャラだよね。そう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 。うん、その言い方が正しいと思うわ。ゆるキャラだね。ゆるキャラって言い方すごいな。雑談イベント優雅さんがやって、で参加者募集してる感じ。ジプシー系、ジプシー系の言い方がちょっと正しいかどうかわかんないけど、うん、ホープさん声かけねえよ、知らないよ連絡先。俺は全然アウトローどころかオタクだからな。なんか勝手にアウトロージャンルに入れてる人いるけど、どの配信を見てそう思ったんだって思うよね。アウトローの要素一つもねえからな俺。何をどう見てそう思ったのって聞きたくなる時あるよね。シュマジローはつながりあったかな、連絡先知ってたっけ俺。まあシュマジローはっていうか、俺ブッキング担当じゃねえから、あのかかってきたものに対して対応するだけだから、
なんか誤解をされてるんだけど、俺ブッキング担当じゃないからね、みんなあのかかってきて、そしたらね、ゆいがさんに聞いてみますっていう窓口をやってるだけだからなんで俺に決定権があるみたいな感じになってるのか俺には全然理解できない。全然決定権ないからね。なんか俺がね決められるみたいになってるからな、うん、話聞いてねえな話全然聞いてねえなお前ら、バカすぎるわ。今の話聞いてて俺アウトロー系なんだって思ったやつ頭悪すぎるわ。もう底抜けのバカだな底抜けすぎるわ。やってけねえよ、もうお付き合いができないよ君たちとは、バカすぎてすげえな本当に底抜けだな。人の話聞いてねえからなこのまま企画乗っ取るっていうのはすごいね。このまま企画乗っ取ったら面白いよね。才能あるわそいつ、そいつは才能ある多分大手になれるよ。窓口、そう、電話窓口、うん、和道コールセンターだよ、和道コールセンター。ちょっと食えないんで花火ください。ちょっと頼むよみんなみんな頼むよ、花火ちょうだい。ちょっと今日厳しいって、今日っていうか今月厳しいって。みんなどうした、和道リスナーどうした、本当に調子悪いのか、みんな食えねえぞ、餓死するぞ俺とのんちゃん俺とのんちゃん死んじゃうよこのままだと。いいの、ハートプレゼントありがとう。鶴のシーン意外と接点ないんだよな俺、あの枠ではお互いあるんだけど意外とないんだよね絡みが。タイガさんとか竹本さんとか呼べば面白いのに。あー面白いか、頼むよ花火ちょうだいよ頼むよみんな、どうしたの最近、デフレスパイラルなのかい、どうしちゃったんだい、景気悪いの、株価下がった為替が変わったのかい、円安かい、円安なのみんな、株価下がったの、どうした飽きられた、ついに困るって、みんなじゃんじゃん稼いでこ、みんなじゃんじゃん稼いでこ、ピンチだから俺、みんなどうぞよろしく、どうぞよろしく、花火ありがとう、ペコポコランドありがとう、今日出張泳いでいくからどうぞ、泳いでいくあーマジか、交通費を俺に投げてくれたの、ごめんね、なんかありがとうペコポコランド、マジか、お台場から泳いでいく、うん、
べえな、マジで俺バイトしないといけない感じなのかな。どう思う？バイト何やる？何屋でバイトする？一時期の勢いがなくなった。でもファンが多いから大丈夫だと思う。いや結構やばいね、ちょっとね。閲覧は別に減ってないんだけど、なんか惰性だよね。仕方ねえ、ワドを見るかみたいな見るもんねえから仕方ねえ、ワドを見ようみたいな。あいつはアイテムかからないからちょうどいいんだみたいなさ。全然かかるからね。燃費悪いよ、うちの車は。仕方ねえ、安上がりで済ませようみたいなさ。敷居の低い店にしてるでしょ、勝手に。敷居高いんだから、本当は。ちょっと勘弁してよ。名店だったんだよ。なんでこんなことになっちゃったの？デフレスパイラル。解散か？ちょっとは。頼むよ。頼むよ。もうすねちゃうよ、俺。いいの？かわいいワドちゃんが。すねすねワドちゃんになっちゃうんだよ。いいの？みんな。ダメでしょ？聞いてる？聞いてんのかよ。150、200人近くシカトしやがって。どうした？そんなにパソコンの前で作業が忙しいのか。なんだ？繁忙期か？繁忙期なのか？しょうがないな、本当に。頼むよ。頼むよ。しっかりしてよ。踏ん張りどころだよ。おはよう。シャンチー風船ありがとう。5000円のステーキ食べてるよ。じゃあ、それがさ、医師の、ちょっと、いや、変な話でいい？ね？いや、別にこれ、変に捉えないでほしいの。なんか変に捉えないでほしい話なんだけど、何食べたい？ってさ、ネギシ食べたいっすね。おネギシ行こうよって。で、ネギシの説明をすると、新宿にある牛タンの定食屋さんなんですよ。で、まあ、1300円から、まあ、1600円ぐらいの。で、麦飯がついて、とろろがついて、お漬物がついて、で、牛タンがついて、テールスープがついてで、1300円から1600円ぐらいのなんだけど、変に捉えないでほしいんだけど、まあ、俺が出すわけじゃん。まあ、食えよ、つって。好きなの食っていいよ、って言って、あ、わかりました、つって。一番高いやつ頼まれた。なんか、1890円ぐらいの牛タン三種盛りを頼まれたから、おってなって、さすが石野だな、と思ったね。やっぱ帝王だったね。で、俺は、まあ、石野がそっち行くんなら、まあ、ちょっとランク下げたよね。1600円ぐらいの食べないとと思って、1600円の。やっぱ石野が1800円だったら、いや、俺はだから帝王が食べるわけだから、帝王と同じのを食べられないですから、僕は。もちろん遠慮して、1600円の白タンセットにしましたよ。ちょっと下げましたよ、僕は。気を使わないといけないから。ちょっと面白いね、っていうね、ただの、まあ、ただの雑談なんだけど、はい、帝王健在です。いやー面白いね。なんか変な話だな、これ。ありがとう、ペコポコランド、ありがとう。アイテム、なんかさ、そのマナーがあるわけじゃん、いろいろと。その先輩におごってもらうときは、先輩が頼んで同じのっていうローカルルールとかあるじゃん。ないよね、石野にはね。かっこよかった。好きだった、そんな石野が。あと、この前食事したときも、気を使え。ハートありがとう。ありがとう。この前も居酒屋行ったんだけど、それも面白かった。好きなの食えよっつったら、やめなさい。酒飲んでる時に、
僕つまらないんすよ、入らないっす、酒だけでいいっすかつって、俺結構頼んだの。あ、じゃあ、俺ご飯食べてないから食うよって、ビールだけでいいのって、はいビールっつって、牡蠣を頼んで、なんか定食頼んで、つまみの焼き鳥頼んでってやってたので、まあ1時間ぐらい飲んでるわけだけど、結構食べてたね。わさ、いいっすか、うまそうっすね、うまいっすねって言って、全然普通に食べてたね。なんかそういうの多いんだよな、一緒な。いいんだよ、全然いいんだよ、いいんだけど、最初のなんかね、飲んでる時食わないんすよねみたいなくだり、いるかあれと思って、何なんだろう、不思議なんだよな。可愛いよね、そんな石野が大好きだよ俺は。そんな石野康介大好き、さすがだよね。なんかすげえ単価切られたんだけど、がっつり食ってたからな。不思議な存在だよな。でも全然憎めないね、全然憎めない。なんかどんだけやってても可愛い、石野は。羨ましいもん、あんな可愛いやつ俺出会ったことない、本当に。なんか全部が可愛い、フォーエバー石野。バブー達彦に声かけたら、声はかけないよ俺から、俺から声かけない。だって俺ブッキング担当じゃないもん。だってなんつうの、俺に決定権ないから、あくまで電話対応窓口ですから、俺から声かけないよ誰にも。募集してるだけよ、決定権俺いないからさ。俺から声かけてパイセンがこれダメだわってなると揉めちゃうでしょ。電話がかかってきて出たいですってなんて、あ、じゃあパイセンから発表ね、エントリーしておきますっていうだけよ。もしあのパイセンが OK 出たらご連絡しますっていう。責任持てないからさ、揉めちゃうから。結構そういうところ気使いなんだよ。嫌じゃん、出れるって言ったじゃんみたいになるじゃん。ゆいが和道に声かけたからって安心してたぞ。いやまあまあ話したけど、それでこのスタイルにしたわけだから。はい、たたきさんいらっしゃい。正しいよね、自分の企画だったらそれはガツガツいけるけどさ、さすがに自分の企画じゃねえと気使うよ。ねえ、面白い人来るといいよね。飲んでる時つまめないって言いながら刺身盛り合わせ来たらバクバク食べるやつ結構なんだろうねあれね。やっぱ刺身うまいんだろうね。そうそうそう、俺飲んでる時食わないっすわって言われたけど、がっつり食ってたからな、びっくりしたよ俺。結構びっくりしたよ、本気でびっくりした。いや食ってるじゃんと思って。なんなら、なんならおかわりみたいな顔してたからね。なんならもう一丁行きますみたいな。可愛いんだよな石野、本当に憎めねえわ。まあ楽しみだよね。おかわり顔、顔をしてただけだからね。おかわりとは言ってないからね。石野とはどのようにつながったの？2、3年前なんだけど、まあまあ、FC2 で配信をやってた時、まあ、あの感じだったの。なんか、いらねえから、消えろよっていう。まあ、まあ、あの、まんまなのよ。もう全く変わってないの。で、結構人気だったの、FC2 で。それこそ数百人見てたりとか、なんか、ぐーわ、初めて配信始めて3ヶ月なのに、なんかもうビデオ個室で、もうガンガンビール飲んでて、もうガンガン金入ってきたの。で、あ、今
手こきしてきましたわとかやってんの。何々さんありがとうございます、手こきに変えましたとか言って、金入ったら風俗行ってビール飲んで、で、ま、満喫に泊まるっていうのだけで、でもやっぱり飽きられるわけよ。あのもうその住めなくなると。で俺は石野のファンだったの、実はその頃から超面白いこいつと思ってて、でリスナーに紹介してもらって、あの家がなくなるっていうタイミングで俺の家住んでいいよっつって、で1ヶ月間住んでたの、その2年前に。で石野がある日こう言ったの、いや和田さんもううつ病なのね石野って。ちょっとで和田さんもう決めました、もう僕死にます、餓死します、もう生きてる資格ないです、もう今から僕飯食べないっすわ、で和藤さんの家ももうめんどくさいんで出てきます、あのホームレスになって今から飯食わないんで、で配信外でぼやいたのねあいつ。で俺は面白いっつって、分かった石野お前の考えに賛同するっつって枠を速攻開いて、石野くんが今から餓死しますって、ホームレスになりますって、僕の家どうしても出てきたいらしいんでっつって追い出したの追い出して、でホームレスの人がいっぱいいるところに二人で歩いていったので、ホームレスに一人一人声かけて、どこが空いてますかとかやってたのよ俺が。石野くんの家探そうっつって、でその時に浅井さんと出会うの。その時に浅井さんがおにぎり配ってて、いろんな人に。で俺 NPO の人だと思って、詳しい人ですかって言ったら詳しいっつって、であそこ空いてるからって言って紹介してくれて、で浅井さんが布団持ってきてくれて、その場でで3ヶ月ぐらい、3、4ヶ月ホームレスやってたっていうつながりだよ。山様さん、うん、自分主催のイベントって気を使いすぎてきつくないですか。きついっすよ、うん、人のイベントに出る方が楽だよ、それ楽っすよ、責任ないもん、楽プレイヤーとしてやればいいからね、その求められてることを。だから企画者の場合はさ結構大変ですよね。俺も主催は大変だと思う。まあだからもうなんつうんだろう、俺からするとなんか今回浅井さんの件で揉めてるけど今更っていう、もう石野がそういう人間っていうのはもともと知ってて俺は付き合ってるから、だから全然なんつうんだろう、毎度のことっていうかさ、なんか今更何言ってんだろうみたいな、何言ってるか分かんねえわみたいな、そうそういう背景があるのよ。だから最近石野を発見した人からすると、なんだこいつはみたいな、生意気でこいつみたいな。でももう浅井さんも分かってるし、あの俺も分かってることだから、浅井さんの家追い出されたんだよ、お経の CD 大変なの、大喧嘩だよ、今ホームレスに戻ったんだよ石野康介は今ホームレスだよ、またあの生活だから3年前に戻ったんだよ、2年前に戻ったんだよ、でまた再炎上してんだよ。もしよかったら俺の過去の動画クリックして、過去の動画プロフィール欄で、まあループだよね、全然もう動画何本も上がってるから、俺の YouTube 見たら全部タイムシフト残ってるよ。アパートは滞納だね、あのもともと住んでたところは。で住む家がないって言ってて、浅井さんの家にお世話になることになってたんだけど、浅井さんが急に今すぐ出てけって言って、あもしじゃあ、 YouTube 過去の動画知りたい人、ここでチャンネル登録しておけばいっぱい載ってるよ、その今回の石野くんの件、あの全部載ってるからチャンネル登録しといて、この YouTube で石野とコラボするときは YouTube ライブやるから、あのもらい番食らうの嫌だからさ、石野今1ヶ月番だから、石野とコラボするときはあの YouTube ライブやってますので、ぜひ皆さんチャンネル登録しといてください。あのふわっちに載ってないあの石野くんの絡みいっぱい残ってるんで、よろしくお願いします。浅井さんちょっと困ってたっていうか、ちょっと切れてたね、あの出て行ってくださいって言っててびっくりしたよね。いやもらい番あるからね、浅井さんの枠でこれが石野と和道の本性って言ってる人たくさんいたけど、いい人だと思って、いい人だと思ってたってことかね。浅井
ト和道の本性っていうかよくわかんないよね。俺のこといい人だと思ってたのかね、もともとね。本性も何もなくない？だって浅井さんがぶん投げたわけじゃん。その石野を止めてあげるって言ってたのに今すぐ出てけって言ってんのよ。でひどくない？って言ってるだけなんだけど、石野はその動画にだからチャンネル登録してくれたらわかるけど、今日浅井さんに暴言吐きまくったの。知恵遅れのババアがーとか叫んだりとか、もうなんかもうなんかすげえもう吠えて、もうだから大喧嘩大喧嘩、まあ、YouTube チャンネル登録しといた方がいいよ。なんつうの、その日のまとめがタイトルに出るから、あ、タイトルで大体わかる。例えば俺の YouTube 見てみようか。なんで登録するとメリットがあるかっていうと、タイトル見たらわかるんだけど、例えば石野が失踪、浅井さんの家から追い出された友人を探す、これもうそのまんまじゃん。動画見なくてもわかんないよ。あ、石野が失踪したんだ、浅井さんの家から追い出されたの石野かって。浅井さんの家を出た石野が全てを語る浅井さんと石野が大喧嘩って、これもうトップページ見たらわかるから、その日のニュースがわかりますからね。だからこれを見たらさ、花火よろしくです、これ神回なんだろうね多分。花火よろしくですって、あ、これは見なくていいやと。だからこういう風にわかるから、登録しておくとついていけるよ。で、動画を見るときのコツなんだけど、例えばなんだけど、じゃあこの石野と浅井さんのこうクリックするじゃん。で、クリックするとここに全部時間が書いてあるのよ。ここもっと見るってやると、例えば浅井さんを理解することはできないっていう発言を聞いたから、これクリックすると時間が飛ぶから、で、あ、このリスナーに暴言を吐く石野のシーン見たいって、この時間のところをこうやってクリックするとその時間に飛ぶの。こうやって話題が設定されてるんですよ。だからまあ僕の YouTube 登録しておいて、何があったんだろうと、これ見てみよう、あ、でも1時間も喋ってるから話題全部見れないな、あ、目次があるんだ、目次の中でこれ見ればいいんだって、こういうことができる。この3分クリックしたり9分22秒、この目次をクリックするとその時間に飛ぶから、時間がない人でも見やすいでしょ。いい機能でしょ、便利でしょ。そう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 、うん。あ、ちなみにこれを設定してるのは俺のチャンネルだけだからね。自分で俺が夜な夜なコツコツこうカタカタカタって自分でタイトル作ってるだけだから。だから他の動画職人さんがやってるかどうかは知りません。うん。だからもしよかったら登録しておいてください。はい、ワード2いらっしゃい。ナノさんいらっしゃい。凝ってるでしょ、凝ってるでしょ。だからその機能を知らない人が見ると、いや YouTube4 時間で見るの辛いよって、編集してくれっていうの、5分間に編集してよってワード言われるんだけど、いや違うと、全部でハイライトでその主要の発言はその時間ジャンプできるように設定してあるから編集がいらないんだと。で、職人さんに俺全部提供してるの、二次利用 OK ですよって言ってるから、職人さんに自由に使ってくださいっていう設定にしてんのよ俺の YouTube。 二次利用 OK の。だからその編集は職人さんに勝手にやってって言ってる。で、俺のアーカイブって言って記録を全部ぶん投げてる。で、目次を作ってどれを見たらどれが見れるっていう、生の素材にこだわってんの俺は。浅井さん自分の動画削除してくれって言ったのなんだよ。それが違うんだよ、浅井さん誤解してて、俺がなんかリスナーがねバカだからポンプを入れたの。要は和道のチャンネルに浅井さんのリンクを貼ってるぞって、要は売名をしてるって言ってポンプが入ったのよ。そうじゃなくて、俺浅井さんにも説明したんだけど、この関連チャンネルの上におすすめチャンネル、要は俺がこの人おすすめですよって言って浅井さんのリンクを貼ってあげてたんだよ。言ってる意味わかる？俺のリスナーさんを浅井さんのチャンネルに誘導するようにしてるから、俺には何のメリットもないの。むしろ浅井さんのことを応援しようと思ってリンクを貼ってあげてたのよ。だけどリスナーがアホだから、そのなんか勝手に浅井さんのリスナーを和道が取ろうとしてるぞっていう風なポンプが入って消してくれって浅井さんよくわかんないわけよ。リンクがとか言ったりとか、要は俺が悪いことやってると思ったのよ。だから別に消しても何のメリットもないから、あ、じゃあ消すよっつって。だから応援してあげてたのにさ、こういうなんかねえ、なんか消してくれとか言われると腹立つよね。だからもう絡まないよ俺浅井さんと。
浅井さんから謝罪があるまで。石野くんと浅井さんのイベント、和道さんも出るんですか？イベントって何？ミカポさん。何？ミカポさん。石野くんと浅井さんのイベントって何？初めて聞いたんだけど。イベント？ミカポさんいらっしゃい。わかんないですね、イベントがあるの。初めて聞きました。浅井さんの動画を削除してくれって言ったのそれね。経緯を説明すると、前に大久保付近で偶然浅井さんを見たんだけど、ものすごいスピードでチャリで走り去っていった。浅井さん豪脚だね。いや、まあまあすごいよね。そう、要は浅井さんの稼ぎを俺が取ってると思って勘違いしたんでしょ、リスナーのポンプで。俺は浅井さんのためを思ってやってた。だから別に消せって言うんだったら消すよ。ただ困るのは浅井さんだよ。だし、もうそんなのが嫌だって言うんだったら俺二度と絡まないよ、浅井さんと。メリットないもん。チャンネル登録1000人までもうすぐだね。1000人超えたら投げ銭システム。1000人超えると2つ機能が追加されます。だからぜひチャンネル登録してほしいんですけど、ちょっと待って、トイレ行ってきていい？その前に。トイレとコーヒー買ってきます。ちょっと待ってて。のんちゃん、なんか飲む？何飲んで？甘いコーヒーでいい？アイスコーヒーね。ちょっとコーヒー買ってくるわ。
そうなんだよ、釈迦は俺のこと大好きだからね。釈迦、釈迦、うん、のんちゃん今日開空文書、釈迦のパートナー。でも電話してみないとさ、売れちゃってるかもしれないから。あー、後で電話してみようか、うん、連れてってくれる。うん、うん、そう、釈迦のお見合いしよう。お見合いつうか買ってこよう。何だったっけ、何の話だ。あー、チャンネル登録1000人の話だっけ。何だったっけな、チャンネル登録の話だけど、何だっけ。あ、そうそう、2つ機能ができるんですよ。投げ銭システム、スーパーチャットって言って、それがすごいんだけど、一撃5万円投げれるの。だからふわっちのアイテムとかに似てて、ただ効果が全然違うのね。リスナーさんにすごいメリットがあって、何時間でも放送できるわけですよ。YouTube の場合枠っていう概念がなくて、無料でずっと垂れ流しで最高12時間までできるのかな。で、12時間以上になってもずっとできるの。極端な話、ずっとできるんですよ。ただ動画になるっていう編集点が12時間に1回こう区切られちゃうだけなんだけど、だから NASA とかから宇宙の中継とかやってんのね。宇宙飛行士が YouTube ライブでずーっと手元の宇宙から地球が見える作業場とか全部見えんの。そういうのをやってるんだけど、スーパーチャットのすごいところっていうのは、コメントを書くときにカラーがつくのね。色がついてスーパーチャットって、要は今右上に表示されてるわけじゃん、コメントが。これがずーっと表示されんの。5万円払うと。やばくない？だから、ヒカキンみたいな超有名な配信とか、そう、NASA とかの中継とかあるじゃん。で、スーパーチャットの機能を利用すると、広告が打てんのよ。例えば、ワドをハゲってずっと5時間ここに表示できんの。だから、なんつうんだろう。超インパクトのあるコメントをできるっていうのがスーパーチャットっていう機能。で、もう一つは、有料販売ができるようになります。1000人行くと。動画のアーカイブで、YouTube 限定で有料番組っていうのができるようになるから、この2つを楽しみにしてるんですよ。ぜひぜひ、よろしくお願いします。チャンネル登録、皆さんお力お貸し、お貸し、おね、おか、お力貸してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。だから極端な話さ、ほら、リスナーさんでもあるわけじゃん。なんだ、お金を払って、有料番組やればいいんじゃないのって。有料番組ありだなと思ってんのよ。50円でも100円でも。お金を投げた人だけが見れる番組っていうのは作るのは価値があるなと思ってるから。ハゲてるんですか？見えないですけど。俺ハゲてるよ。弓矢さんいらっしゃい。お力だね。もしよかったらぜひアイテムください。よろしくお願いします。ちょっと厳しいんで生活マジでやばいんで、よろしくお願いします。レッドダイヤさん、どうもお疲れ様です。石野さんどこに行ったのか、ごめんね。プライバシーがあるからあんまり俺の口からは言いたくないかな。石野も生活大変だから、その配信者とか集まったら嫌でしょ、やっぱりリスナーさんとか。だから直接 DM で聞いて、本人が答えてないことを俺が言うのはちょっと間違ってるかなと思うし、関係こじれたくないから石野と。石野との関係大事にしてるからさ。ここアパートですよ。おい、お昼ご飯ありがとう。ペコポコランドさん、バーガーありがとう。ありがとう、トコさん、ハートありがとう。安全じゃ、まあ、元気は元気だから大丈夫だよ。連絡取れるようになったから。
月いくらですか？収入？ご想像にお任せします。あんまり収入は言いたくないかな。わかんない、石野と浅井さんのイベントっていうのが俺はなんだかわかんないね。何なんだろう。あ、ドラム動画。あ、ありがとうございます。下手ですよ。今日ドラム叩こうかな。出演まだ決まってないですね。ドレさんと俺と、ゆいがさんと、あと、うなちゃんマンに声かけてるって言ってたね。うなちゃんマンに声かけてるって言ってたよ。あ、月のアパート6万、ここは。西新宿で6万だね。すごい組み合わせだよね。もし実現したらめちゃめちゃすごいよね。どうしようかな。今日は一回撤退しようかな。なんか今日調子悪いわ俺。ルナシー、あ、好きですね。深夜さんのドラムは。なんか多分ずっと続けても相手も上がんなそうなんだよな。ちょっと今日やめとくわこれで放送。うん。ちょっと出直してくるわ。ちょっと一回休憩取るわ、うん、なんかやりづれちょっと調子悪いわ。みんなありがとう、お疲れ。250人の皆さんお疲れ様でした。また欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんねんもう。